それでは。来ましたね。しかし、すでにこの地は毘沙門天の手の上。上杉全軍、包み込みなさい。いつの間にやら囲まれております。恐るべし軍神、キリスが我が者として操るか。あるいはこのもやこそ、そなたたちの窓か。関門を越えた私、もはやためらいなし。皆の者、我が宝具となりて、かささぎを打て。剣心様、あなた様と共に荒れるだけで、私は。さあ、左右の陣を指揮せよ。これらを落とされれば、ハサミを打たれるのみぞ。まだ助かる。急ぎ救い出すんだ。妙法は大傷のもと、ならば癒さねばなりませんね。安定不動、乱れに動くなかれ。絶対目立って主人公。それがしが本性だろうか、その身で確かめるがよい。やったー、俺は目立ったん。今誰かいなかったか。千里を走れ我らが名声よ。皆の者、宝刀となる。霧に紛れる影として敵を惑わせるのです。毘沙門天の加護とある。断言しよう、この世で最も高潔なるは剣心様と。愛するな、軍神のご加護を信じるんだ。立つのです。失う明日を恐るるなり。我が軍を阻む者なんてありはしねえ。敵に情けは無用、どうか存分に。私についてはこういう無用できません。まずはそれがしが行く。奴の泣きどころを見極めよ。草木をにじらぬよう追い払いなさい。合点です。あだ討ちなんか考えちゃいねえが、やるしかねえ。時勢の子を読み終えるまで待ってくれ。姿が見えない時はあるけど、今回さ、どこへ。キール、私はあなたが手前であった。キッチン様、あなた様の震われる宝具の中に私は。無論です、美しき杖。
毘沙門一の刃として全て打ち伏せよ。あの方のお心打ちが私などに分かるものか。だからこそ私は冷たくきらめく剣でありたい。いつか俺も雪組の一員として名を馳せるんだ。私などは最良の宝具と語ってくださった。その思いに応えるため貴様を倒す。無人、このままではどうかお助けを。天海様の下すご指示がいちいち的確すぎても。雪は好きだ。ここへと私をあの方が温めてくれるから。あなたによる方からこそ多くを学ばねばなりません。さあ教えてください。人を慈しむその心を。なんだ、一体何を言って。少なくともその目、僧侶のものではない。大将、願わくば左陣よりこちらにおまわりを。あの方にとってみれば勝負尊敬も大差あるまい。無人もここまでか。霧さえ張ってなければ。死を忌まないであげてください。彼は何も悪くない。忍びである前の女、近づけば、そう思う時が来る。さっきの技伝授していただくわけには参りませぬか。軍神の剣は膝をつかない。剣神様がおられる限り私の世界もまた終わらない。行かなきゃダメなの。ではここにいてください。金吾さんをおとりにする策が浮かびました。戻りなさい、美しき私の宝具。しとやかにめでられることもまたそなたの務めです。承知いたしました。剣心様、どうかご武運を。必ず無事に戻り、この私を。三人が押されております。大将よ、援護を。おお、ハスだ。我らは迷いに打ち勝ったのだ。あなた方を楽にしてあげたい。ただそれだけです。無事よ、我が一族をどうかお頼み申し上げる。主島は先まさか騒がしき。奴も疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。鉢金の向きを直すべき頃合いだ。手が洗った袋がゴロゴロ横たわっておるわ。私もあのような活躍を。この日の本に幾度となく繰り返されし選定の儀、いざ問わん、そなたは誠の主なりよ。乗り越えし者たち、宝具ならぬこの身でそなたたちの意志に報い。なぜ。見つけた。
迷いは私を総評します。そなたの言葉深く刻ませていただきましょう。日常の春夢。閻魔朝第2位上杉謙信。その指全部切り落としてイブに絡めて、はい、首飾りの刑だ。クリートの優美すら知りません。罪深きならそれを伝えるもまた私の役目。信長公。おい、誰か一人は鏡を手に明かしの光。ようやく答えを見つけられそうな気がします。そう、私は間もなく完成する。